皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベイ君です。つむつむ生放送やっていきます。よろしくお願いいたします。というわけで今回ね、ピックアップガチャを引くんですけども、あとね、いろんなつむ使って遊ぶんですけども、まずねこちらをご覧ください。購入情報を無課金でやっております。というわけで今日も全買予定でございます。さあ挨拶もしたところで、コメントを残してコメント出していきましょうか。じゃあで、引くガチャがですね、トン、これでございます。お、心リンクゲームズベイ君ですと副賞してくれてます。ありがとうございます。お、前も多分来てくれた外人さんじゃないですかね。エビゲ Did you ever use freedom? わからへんわからへん自由、でも俺は自由やで。フリーダム、 I'm freedom、 ベリベリフリーダム。ビッグアップガチャ情報、これですね。これを引いていただきます。で、まあ全買いするので、まあ全買いする動画をね、皆さんに見してもそんな結果決まってるやんけっていうことなんで、一つ、遊びをさせていただきます。こちらでございます。ドドン、スヌです。スヌーピー様でございます。なんとこの子がガチャを、15回中ね2回引きます。で、2回のうちどっちかでもいいので、まあどっちかしかないけども、どっちかでロマンスアリエルちゃん、この子女の子好きなんで、女の子引く確率かなり高いロマンスアリエルを引けば私の勝利、そういうガチャゲーム行こうと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。行きましょうか。じゃあ1回目ね、1回目まず軽く行きましょう。トン、まあ、1回目は、まあ、絶対にね、大丈夫です。これ、ピックアップガチャっていうのは、まあ、1回目に出ないようにできている。そう、そんなことないか。そんなこと、アリエルめっちゃ女。まあ、1回目はそんな緊張感なくいって、みんなの緊張をほぐしましょう。1回目いきます。てぃてれてれてれてー。いくぞ！ドカーン！よし！赤！めっちゃ赤いやつ！セバスチャンゲットでございます。これ、何やったっけ？カニ？いや、カニじゃないっていつも言われんね。カニじゃなかったら、じゃあこいつなんやねんって感じやけど、丸くて、ハサミ持ったやつ。という感じでございます。とりあえず1回目はね、成功でございますので、ちょっと1回休憩しましょうか。うまい。お、モヘさん、こんばんは。ありがとうございます。でも結構来てくれてるね。ありがとう、みんな。ほんで、ロブスター。なるほど、ロブスターなんや。なんか前もでも誰かに聞いたら、あ、かずみさんこんばんは。ありがとうございまーす。キャンサー。キャンサー座だよ、俺。キャンサー座。カニ座、カニ座。そういうことじゃなくて。訪れしてるから、どうなんやろ。あ、あれかな。これね、コメント、すごい多分ね、見てる人にとっては遅れてると思うんですけど、10秒かね、20秒ぐらい遅れてるんですよね。この放送自体が。なのでね、僕がコメントにね、返事が遅かったりすると思うんですけども、ご了承ください。お、タワさんこんばんは。ちょっとね、挨拶皆さんしてくれてると思うんですけども、なかなかみんなに挨拶できてないかもしれないんですけども、ご了承ください。タワさんと、てりやきくんさんこんばんは。ありがとうございます。ゲーム大好きですさんこんばんは。ありがとうございます。画質いい。ありがとう。そう、パソコン変えたからね、ちょっと良くなりました。というわけで、2回目いきましょう。よろしくお願いします。ポン！まあ、2回目もそんな緊張することなくいきますよ。2回目、ポーン！スチア！よし！赤！ロブスター！そう、ロブスターのセバス様をゲット。やっぱセバスちゃん言うてるぐらいなんで、執事なんですかね、職業は。というわけで、もう一回連続でいきましょう。さあ、執事が的1匹いるんで、執事完全攻略してから次のステージへ行きましょう！よし！黄色い魚！ニモじゃない方、フランダーの方、あんまり有名じゃない方がレベル5になった！ライン数5でございます。ありがとうございます。これはかなり調子がいいんではなかろうか。3回引いて音沙汰なし。いい感じです。ででででで、出たー！安定のセバス。またザリガニ。ザリガニ。お、ハッピー RMK さん、こんばんは。ありがとうございます。連続。さて、行きましょうか、じゃあ。あと12回やね。あと12回引いていきましょうか。よろしくお願いいたします。セバスちゃんってサイコブレイクの、あったあった。懐かしいね、セバス。あいつ最高のキャラクターやってんね。メガネ。メガネキャラとしては最高の萌えポイントでございましたが、さあ4回目も当然大丈夫なんでいきます。
ジョップ。よし、え、嘘。嘘。こんな終わりあり、アリエルだけに言ってもうた。ごめん、みんな言ってもうた。言ったあかん言葉、突っ込んでお願いだから、恥ずかしすぎるからちょっと言ってください。うーわー、マジか。え、どうする、この動画終わりやん。この動画終わったやん。どうする、どうする、みんな何引く、何引く。アリエル3体いるな。いや、3体は良くないよね。エンジェルに変えるか、天使に変える。狙うのをアリエルから天使に変えましょうか。エンジェルに変えましょうか。突っ込んで、みんな。チャンネル登録してる人、さあみんなチャンネル登録してる人、みんなチャンネル登録してる、ありがとう、ありがとう、どんどんしてな。というわけで行きましょう。するね、やっぱり僕はあの人魚あんまり好き、好みじゃないと言ってます。やっぱり天使が好きと言ってるので、エンジェル引きたいと言ってくれてます。さあエンジェル狙いで行きましょう。よろしくお願いいたします。スヌーピーおこ。スヌーピーおこはいいね。スヌーピーおこ終わんないで。終わりはせん。安心して。天使狙ってきます。天使ねんか。天使、もういいよ。勘だからやめときます。さあ、行きましょう。せーの。エンジェル狙っていきます。ツヌがエンジェルを狙っていきます。ここね。オッケー。せーの、ドン。よし、よしよし。相方。エンジェルの相方。ハワイアンスティッチ。ハワイアンスティッチめっちゃ久しぶりじゃないですかね。この子来てくれたのは僕実はめちゃくちゃ嬉しくて。曲が好きなんで、あのマカレナみたいな曲がね。というわけでもう一回いきましょう。さっきよ、連続で弾いていくのが私のスタイルです。よしよしよし、チケット、チケット、これあれやんね、あのスカットルやったっけ、スカットル分のチケットをゲットでございます。さて、あと何回、あと9。ここはもう思い切って連続でいきましょう。と流れで、あとは流れでお願いします。ドン。よし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 、ここで一回休憩、ここで休憩です。めちゃめちゃ緊張した。もうこれ以上企画倒れする人わけにはいかんからね。危なー、危なかったよマジで。さあいいやつ当たっちゃう。今急いできました。こんばんは、ありがとうございます。久保さんこんばんは、ありがとうございます。あ、イベント終わりました。あ、俺イベント報告してなかったっけ？イベント終わったんすよ。でも今回のイベント結構楽というか、早めに終わりましたよね。さあ、コメント見ましょう。お、3匹の小豚さん、今来たよ。ありがとうございます。さあ、これ、またこれで、またこれで来たら面白いよな。スヌのために引かないでください。オッケー、任して。そろそろでも一回スヌる？いや、まだ早いよね。8やもんね。半分は引いてかな、やっぱり。一回ミスってるわけやからね。すぐ2回チャンスあります。さあ。行くぞ。ねえ、このピースはようわからんけども行きましょう。せーの。フェイ！いや、ちょっと待って。マジか。終わった。終わってんけど、この企画どうする、みんな。こんなに完全なる企画倒れになったん初めてやぞ俺。マジか、マジか、どうする。トニーチョッパーさんこんばんは、ありがとうございます。泣いてるやん、もうコメント泣いてもらう。終わった、エンジェル来た。お、クッパカクッピーさん、こんばんは。ありがとうございます。嘘やん。秘宝。いや、ほんま秘宝ですせ。平和に行きましょう。出た、平和主義さん。平和主義さん来ました。前回大活躍の平和主義さん。平和に行きましょう。ね。みんなで平和に行きましょう。さて、どうする？どうするこれ。もう引くのないやん。大人気、じゃあ、大人気セバス狙いでいきましょうか。大人気セバス狙いでいきます。というわけで、でも、ちょっとね、2回すんのはさすがにせこいので、ここで1回すんの使います。
スンヌが一回も出てこないというのもあれなんで、ここで一回スンヌ様がガチャります。皆さん応援よろしくお願いいたします。さあスヌガチャのお時間参りましょうか。一応あの赤いバケモンですね、赤いハサミ持ったバケモン狙っていきます。よろしくお願いいたします。せーのドン。スヌもね多分あんま引きたくないと思うねんけど、どうしようか。ダメだ、もうダメだ。俺はどうやってこれを盛り上げてったらいいんだ。スヌよ、ハワイアンスティッチゲットでございました。あとね、スヌ残り1回登場できるんで、それでセバス狙っていきます。よろしくお願いします。というわけで、まだこの時は今出ないので、ここ引いていきます。よろしくお願いします。よし。よっ。え、アリエルレベル6なるやん、今日俺。スキルレベルね。やっ初めてスキル6を俺手に入れることになるんや。マジか。え、じゃあアリエルを引いたらにする？もうブレブレやねんけど、この実況ブレブレで申し訳ないけど、アリエルを引いたら勝ちにしましょうね。それでうん、女の子引きたいって言ってるんで、そっちでいきます。では行きましょう。よろしくお願いいたします。ドン。まだねあと5回やるんで大丈夫です。せーの、ポーン。よし、黄色い魚、大丈夫でございます。さあこの子もねレベル5になったんでいい感じ。さあまだいきますよ。残りね最低でも3匹にしてから考えよう。残り3匹にしてから今後の予定を考えます。よしセバスゲットからの、さああと3回やな。いや、どうせやったらあと2回にするのが今まで通り一番いいよね。ざわざわせんといて、ざわざわせんといて。あんまりざわざわ、うん、アリエルスキルまだありますよね。さあ、行きましょうか。お、結構でも皆さん来てくれてるね。ありがとう。なんと150人も来てくれてます。スイカ食べたい。スイカに塩かける派でしょうか、かけない派でしょうか。私はかける派でございます。さあ、企画倒れ。いや、ほんまそれ。なんでこんなにコインあるんですか。やっぱね、野獣で貯めてるんですよね。本当に僕、それです。本当にそれだけしかやってないんですよ。で、友達もね、このつもつも全然おらんから、おかめさんに、あれですね、ハートをもらって、それでやってるぐらいなんで、まあ、なんとかね、頑張っております。細かくやっております。かけ、スイカ嫌い派がいた。かけない派、あ、かけない方が多いんやな。あまり食べない派。スイカ流行ってないんやな。というコインの貯め方はマジほんま細かくね、野獣でプレイするという感じでしょうか。あ、サメの動画にコメントありがとうございます。また後で見ておきます。サメも楽しいんすよ。サメのゲームも楽しいですよ。あれ時間、あれね、しかもスタミナ制じゃないから時間忘れてやってまうんすよね。あれ結構塩かけへんのみんな。もうなんか塩かけるんはブームじゃないんやな。コインください。コインくださいはなかなかやるね。というわけで、行きましょう。そやね、ここで引かんと、やっぱり、面白くないよね。頼むぞ。面白くないっていうのは、ここで引いて、2匹にしてからアリエルを狙う。そういう感じの狙いでいきます。というわけで、これプレミアムチケットが来るのが一番嬉しい。行きましょう。せーの。バーン。まあ、よかったぞ。とりあえずはね、チャンスはある。これでスヌが大活躍してくれる姿を皆さんにお見せできると思います。さあ、よろしくお願いします。さあ、一回緊張してきたんで、飲み物飲んでいきます。スイカかける、あ、かける派がちょっと出てきたね、スイカ。うん。かける派増えてきた。スイカバー美味しいよね。あれ、単純にうまい。まひまひ気に入ってる。マヒマヒっていう単語が気に入ってる。とりあえずうまい、これうまいよ。さあ、いや、かけると、塩かけるとね、甘さが引き立つんですけど、あれ迷信なんかな。かける派も、うん、でも半々ぐらいか。初めて聞いた。あのね、塩をかけると甘さが引き立つんですよ。何真面目な話してんねんな。ちょっと、あの、後でやってみてください。スイカあるときに。というわけで、ラストじゃないけども、スヌ様。
行きましょうか。緊張の一瞬でございます。ガチャめちゃめちゃ時間かけてる気がするけど、まあ生放送なんでね、皆さんお許しください。みんなのね、一緒にコメントとかで楽しみながらやっていくのでよろしくお願いいたします。行きましょうか。ドキドキ、さあ頑張れスヌ、いただきました、ありがとうございます。行きましょうアピールしてからの、せーの、来い！嘘。ええとこなしやん。落ち込んでるし。去ってったで、みんな。落ち込んで去ってったで、スヌが。マジか。とりあえず引きます。とりあえず引きます。みんな、刮目してくださいね。めちゃめちゃ早いんで、このガチャ。せーの、ドン！早いわ。マジか。でも、レベルマックス初です。初めてレベルマックスのキャラをね、作りました。そして、スキルチケットもゲットありがとうございます。というわけで、とりあえずガチャは終了です。マジか。マジかよ、言うてる。マジか。昔のスイカは甘みが少ないから塩かける。なるほどね。じゃあ今は、なんていうか品種改良って言ったらいいんかわからんけど、それでどんどん美味しいスイカができるようになったから、ってことか。なるほどね。あ、それ確かにありそう。てかあるね。俺タッチペン使う派。俺タッチペン使う派。企画倒れ連発。いや、ほんまやで。女の子、そう、女の子も引かないとね、スヌはほんと、どうしたんやろ。スイカ種なしってでもあるよね、確か。うん。改良されてるスイカはね、確かあったはず。マジかショックやな。ちょっと言葉失ったわ、今。放送事故になってもうた。コメ読み動画もね、また、ね、したいっすよね。でも生放送ね、1万人の時にまた、やりたいと思ってんで、今月中にね、やれたら熱いと思います。お、ゆいかさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、飲み物何飲んでますか？イェイ。野菜&果物100でございます。ちょっとやっぱ野菜不足な気がするんで、野菜しっかりとっとこうと思って。よし。じゃあ、こっからいろんな粒使って遊んでいくで、行くでって。久々に完全なる関西弁出ましたけども。僕ね、もともと関西出身で、もっともっとえげつない関西弁使ってたんですけども。やはりね、東京来て、5年以上経ってます。すごいマイルドな関西弁になってしまってね。私はちょっとそれが、まあ嫌というかね、あんまりいい感じではないと思ってるんでね、なるべく関西弁は出していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。というわけで、やっぱりまずアリエル使っていきましょう。この子がどんだけ成長してくれたかを見ていきましょうか。でね、また使ってほしい、キャラクターがいたらね、皆さん言っていただ、お、アリエル、あるね、オッケー。言っていただければ幸いです。で、生放送でね、とこ見したいので、この5から4のアイテムは使っていきます。では、行きましょうか。レベル6ですよ。初めて。さあ、緊張してきた。逆に緊張してくるパターンやねんけど。さあ集中してポンして、でアリル5 15匹ぐらいにやったっけ、ちょっと多めやね。オッケー、これで使っていきましょう。あ、結構少ないな。で、ケース32いきました。ビッグツムを含むが32いきました。え、マジで 30？ おいおいおい、もう止まったん、もう止まったん。あれ、アリエルってあんまりツム数いらん、必要ツム数ってかなり少ないかな、アリエル。お、これ野獣より稼ぐかもしれない、下手したら。こうして、消して、こうして、消して、で、待って、止まって、オッケー、溜まっていく。いいよ、いいよ。自分も関西弁、ナイスナイス。関西弁ありがとう。しっかりとコメントも読みつつ、プレイもしていくというスタイルでいきましょう。さあ、そんなことはできない。頑張って、ずれてる。危ない。で、これ溜まって、オッケー、使っていく。ちょっと今、流れが良くなかったね。今、かなり流れ良くなかったんで、しっかりと取り戻していきたいと思っておる所存です。これが溜まるね。これ溜まって使う。ドンピシャリケーキ29。いや、強い。半端ないぞ、これ。これ、ボムが出るから、ボム消して、こうです。オッケー、完璧。
今のね、立ち回りをね、しっかりと説明できたところも素晴らしいと私は思いましたが、これ溜まるね。溜まるはずなんで消していく。あ、アリエル必要積む数めっちゃ少ない。なんぼなんこれ。15ではない ?14? 下手したら。そんなもんかな。かなり出やすい気がする。んで、こうして、待て待て。ここでこうして、これね、これ溜まる、これ溜まるから、これ使っていく。めちゃ稼いでるぞ、こいつ。こいつでも女の子に対してこいつとか言ったらあかんぞ、みんな、男の子はね。しっかりと女の子は、おだててていきましょう。そうしていくと、落ちやすくなってくれるんではないだろうか。何を言ってるでしょうか。ひどい発言が出ましたが、まあでもそんなもんです。女の子はしっかりとおだてていくのが大事でございます。さあ、こうやっていく。さあ、残り10秒なんで、もう、タイムボーンが出ない限り、フィーバーには入れないので、どんどんスキルを使っていきましょう。これ溜まるね。オッケー、溜まるから使っていく。すげえ。ほい。ほーいって言って、これもう一回使って。3700コイン。熱い。これはいいわ。でも野獣調子いいとき4000いくもんね。でも安定してるかな、アリエルの方が。どうなんやろ。あんまりコイン増えへんかったか。でも300ぐらいしか増えへんかったけども、これはかなり稼ぐわ。アンさんいいわ。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。これは嬉しいね。じゃあ次何使っていきましょうか。お椿鬼、鬼やっこさん。違うね。鬼、椿鬼さん、初見です。ありがとうございます。今ね、いろんな粒使って遊んでるんで、よかったらね、使ってほしい粒とかあれば、コメントいただけると、まあ、やるかもしれないという感じです。よろしくお願いします。スキルマめちゃめちゃいいね。アッポンタンさん。アッポンタンさんかな?はい、初です。ありがとうございます。皆さんもね、できれば、みんなで挨拶して回っていただけると幸いでございます。初めての方がいたらね、みんなで交流を深めてはいかがでしょうか。ジョットミニというね、タッチペンを私使ってるんですけど、先がね、透明の円盤のタイプのやつなんですけども、これね、なんと生産終了。もうね、買えない。アマゾンにもしかして在庫あるかもしれないけど、このタイプのでもタッチペンが僕にとってはいいのかな。すげえね、透明で使いやすくてツルツル滑るんでね。このタイプのがあったら、まあ、これとは違うかもしれないので、あんまり僕言えないですけども、おすすめですね。さあ、どれ行きましょうか。ヴィラン系、アイテムなしでやってみなさい。あれかっこいいとこ見せたかったんけどな。あ、ハワイアンスティッチ、そっか。ハワイアンスティッチもレベル上がったから、使っていこうか、じゃあ。てててれてれー、てててれてれーやもんね。あの、謎の曲使っていきましょう。ハワイアンスティッチって、あ、結構前やったんや。レベル2。では行きましょう。じゃあ、アイテムなしで行ってって言ってるから、アイテム、いや、でもごめん。ちょっとアイテムは使っていくわ。で、コインはそんなに稼げへんと思うから、これでいきます。てててれてれー、てててれてー。来た来た。マカレナですね。マカレナをかけていく。ててててててて。あー、マカレナ。はいはいはい。ほんで、これ溜まっていくね。オッケー。この子は、うん、せいで、ウエイト役やから、結構ね、場が整ってから使った方が、やっぱ安定すんのかな。この子結構やっぱ難しいんですよね。こうしてパンしてパンして、これはフィーバー入ってボム使って、オッケー。うん、いやでも一気に増えたね。確かね、17とかその辺までしか消さなかったんですけど、レベルが1上がっただけでここまで強くなるとは私は思って、ちょっと待って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 、全然消せない、全然消せないんで焦りましたが、さあ消して、あ、せやね、ちょっと場面が整ってなかったのでもったいなかった。さあ消していく。さあこれでほいほい、これたまるね、たまるから使っていきましょう。切ってるっていう、あ、負けさへんか。あ、でも20結構消すね。うん、なんか形がそんなに良くない感じがしても、結構消してくれてる感じがします。一回整うの待ってから、うん、行きましょう。18、あんまり消さなかった。難しいかなかなか。ほんで、これは、8コウちゃんをロングチェーン使って消していく。で、これは、一回待ってから場を整えて使っていく。いいっすね、いいっすね。で、シュン、シュンとか。これ溜まるね。これ溜まるから、連打で使っておいたな。うん。連打で使って無駄のないような生活を送っていって、これ消していく。で、これも消していく。溜まったんで、ここで使っていく。そしてすぐにフィーバーに入っていく。マカレナは流れている。
さあ、ちょっと今、あれ、あんま余裕ない。今結構必死プレイ、オズワルド、オッケー、オズワルドっていうコメントが見えたんで、とりあえず、読んでみましたが、皆さんいかがでしょうか。夏休みね、いかがお過ごしでしょうか。急に雑談タイム入りましたがね。そういうのね、喋っていきたいかな。はい、こうして、オッケー、溜まって使う。あ、上の、ビッグズボン、あ、ナイス消し。ナイス消しでございます。おし、もう溜まったから、これはもう使っていいかな。これはまず使って、で、よいしょ。んで、これ多分ね、もうそろそろ溜まるから、ここで、あ、溜まってこれ大丈夫ね。OK、ここで使って、ボムを使って、よいしょ。何やったっけ、この坊やの名前何やったっけ。坊やの名前を忘れたんだが、ここでしっかりと最後1秒で使っていく。OK、うん。結構いいかもしれん。レベル2やんね。レベル2でこれ相当強いんちゃう？ねえ。どうすか、皆さん。アッポンタン。アッポンタン。自分の名前言ったか、アッポンタンちゃんよ。おおおおおおお、ここのミッションめっちゃ大変なやつやんね。俺これクリアできてないね、まだ。このビンゴがね、本当に難しくて全然クリアしてないんですけども、なんとか1個、クリアが達成しましたと。さて、次何使っていきましょうか。で、楽しいね。やっぱレベル上がると楽しい。クリストファーロビン、ナイスナイス。ありがとう。夏休みマジでどこも行ってない俺。ポケモン GO をね、なんか一回どっかで取りに行こうかなとか思ってたんですけども、あ、デカフハマってる人いる。ナイス。結局ね、その時間も取れずで、悔しい。あ、はじめまして、ありがとうございます。まゆみ様、ありがとうございます。メイ君、こんばんは、ありがとうございます。結構来てくれてますね。ありがとう。ガチャまだ行きましょう。お、チャンネル登録ありがとうございます。今日はね、つむつむをね、ずっとやろうと思っております。お、おやすみなさい。ありがとうございます。おやすみなさい。さあ、ランドラとかいいかな。何使おうかな。お、初見さん、ありがとうございます。翔也さんかな。01113、ありがとうございます。ロマンスアリエル、レベル上がったっけ？あ、レベル上がったね。じゃあ、やっぱ今日はその流れでいく？その流れでいきましょうか。じゃあ、アリエルと一緒に消せる高得点エリック王子が出るよ。さあ、では、ロマンスアリエル、いきましょう。曲ないんよね、確かこれね。曲あったら嬉しかったんけど。あったっけ？ないよね、OK。ロマンスアリエルは、ちょっと難しい系のね、スキルなんで、頑張っていきましょう。こうして、OK、溜まったから、これはどういう風に出んやったっけ？変化で出るのかな？ OKOK。変化で出るから、こうして、あ、難しいな、これ。これ絶対難しいやつや。で、溜まって、OK、溜まっていくから使っていきましょう。さあ、エリック様、王子とチューする不届きな奴ら、お前ら何やっていう話、リアルが充実してるのかという、そういう文句を言っておきましょう。OK、溜まって使っていく。さあ、王子との、あ、でも王子のチューしてない。チューはすんのはね、確かあれや。そういうフラチなことするやつはね、って言って、白雪姫さん。白雪姫が確かね、チューするんだよね。その辺はね、皆さん、気をつけてください。これはチューしない。さすがでございます。ディズニーは子供にもちゃんと向けている。まあ、でも、チューがそんな悪いことか言うと、全然悪いことではないのでね、チューもしてはいいんじゃないでしょうかと、フォローしておきましょう。さあ、次が、これで、エリックさんを消していく。エリックさんでもあんま出えへんから、かなりやっぱ難しいんじゃない？これ。どうなん？どうなん？もうちょっと出てきてほしいよね、エリックさん。で、こうやろ。消して。で、ここ繋げていく。オッケー。あー、コンボがやっぱ切れたか。なので、コンボ切れてしまったのがちょっともったいない気もする。お、いいね、いいね、いいね。ビッグさんが消えてくれました。さあ、ここはこうして、よいしょ、オッケー。いいよ。で、ほい、ほい、ほい。あ、これ、たまたま使っていきましょう。これは速攻でフィーバーになんとか入ってあげたい。こういう感じかな？ OK。で、フィーバー、あ、持ってない持ってない。OK。使っていく。いいよ。かなり流れはいいぞ。んで、王子がいる。あー、しまった。王子との繋がり方を忘れてしまった。王子、申し訳ない。こうして、ふいふいで、フィーボン、ボム、ボム消して、これどうせやったらフィーバー入った。どうせやったらフィーバー入って使っていく。さあ、王子があんまり出てこなかったかなんででしょうか。いいよ、これ。いい消し方。ほんで持ってこうかな。ほんで、シュン、シュン、シュン。これはね、これはね、フィーバーに入りたいけど、ちょっとフィーバー入れんか、これ。失敗したから待ちすぎたかな。おっ、惜しい。でも、得点は結構高いんじゃないでしょうか。そうやんね。これコイン稼ぐの難しいけど、得点はかなり
高いよね。あ、オーロラやっすね。ごめん、オーロラ、オーロラ。シュースのオーロラです。ありがとう、ありがとう。結構でもいい感じのね、レベル3までになるとやっぱり強いね。もうちょっとレベル上げたらかなり強いと思うんだが、いかがでしょうか。というわけで次何使っていきましょうか。飲みまーす。お、バスケ太郎さん、こんばんは。ありがとうございます。今日初めてコメント。嬉しいね。もうどん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 コメントしてってください。さあ、ガチャで当たったのやってください。ガチャ結局今日何ゲットしたっけ、俺。パチーンのジーニー。パチーンのジーニー。ジーニー好きだよね、俺。相当ジーニー好き。ペリーって、あいつペリーって名前やったっけ？なんかおったよね、緑の化け物。あいつペリーやったっけ？こいつか。ペリーや。こいつ何やったっけ？数箇所でまとまって消すか。なるほどね。何行こう？ジーニーリベンジ、セバスチャン、シンデレラ使ってます。コメント楽しい。ナイス。ありがとう。そう、吉田さん負けたのはショックであった私もね。スクランプって何やったっけ？そんなんばっかりな、さっきから。いいよー。シンバ、ピノキオ、ペリー、黒船か。なかなかうまいこと言ってくれるやないかい。いいよー使って、いいよーがでも、二人か。いいよーが今画面に二人いるぞ。ピノキオも二人来た。ミッキーで何万点や、それ。めちゃめちゃすごいですね。そう、3000万か3億ぐらい行ってないか。大丈夫か。ピノキオ人気聞きましたね。ピノキオさんも3人目なんで、ピノキオ行きましょうか。ちょっと見逃してたら申し訳ないんだが。あの陽気な曲にね、乗って踊るというなかなか恐怖映像を皆さんにお見せしましょうか。木の化け物、化け物やったか、木の人形が音楽に沿って踊る、そういうツボを使っていきます。よろしくお願いします。でもね、この4から5アイテムを使ってるとこの子ね、めちゃめちゃ強いんですよね、マジで。ただ、積む数めちゃめちゃいるから、ボムが今全然消せんかって、かなりパニックになりましたが、さ、てけてけてー、これです。これがね、かなり強くて、どっちにしてもね、その後もチェーンしやすくなるのがまた熱いんですよね、この子は。で、いっぱい消して、止まった。じゃあ一回場を整えてから使っていきましょうか。消すねー。あんた。木のくせに相当消すやないかいという、そういうね、ことを言っておきましょう。これね、テケ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 テそれがね、かなり、活用いんではないでしょうかと言ってますが、ちょっとスピードダウン。ちょっとスピードダウンしてます。これは立ってからのテケテテケテケテケでしょう。テケテケテーとん。オッケー。待て。オッケー。これ待ってからのこう。ちょ、ピノキオ消さんで。よしよし、オッケー。ナイスナイスナイス。いいよ。で、ここね。ほい。で、ポンポンポンで、速攻フィーバー入って、一回待ってテケテテケテケで、オッケー。いいよ。で、トンして。ほーい。オッケー。で、これはまだ止まらんね。まだ止まらんから、こうやろ。これは、フィーバーに入ってからなるべく使いたいかな。ちょっと得点も狙って、よし、得点狙っていきましょう。テケテケ、テケテケテー、ドン、28、いいね。で、こう、こう、で、こうしてからね。これね、一回待つ。いや、待ちきれないか。待ちきった、オッケー。待ちきってすぐボム消したら多分フィーバレロケ、フィーバってからいいよ。もう一回使いたかったか、さすがにそれはお、タイムボム、あ、タイムボムに気づくのが遅かった。しかし見てください、このコインと得点の高さ。ピノキオね、強い、相当強い。何何このコメント欄。マックイーン、マックイーンだらけになっとるやんけ。トゥルルトゥルルルルーク使って誰がうまいこと言えと言ったってやつか。さすが言うてる、ありがとう。いや結構ねピノキオ気に入ってます最近ね、かなり強いですね。一日でも何時間でも全部合わせても2時間3時間そんなにやってないか。そうやんね、うん、そこまでできてないかもしれん。マックイーンがめちゃめちゃ連呼してるな。マックイーン連呼はでも同じ人だけっぽいから、そういう時は私やらなかったりするんでね、その辺ちょっとね、
注意が必要かもしれません。リロ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 。あ、河野さんこんばんは。ありがとうございます。そして新たんさんもこんばんは。ありがとうございます。さあ、どうしよう。何行こうかな。まあ、一応10時ぐらいまではやろうと思っております。マレフィセントドラゴンとかの絵ね。あ、マックイーンがでも2人目か。マックイーン3人。マックイーン行きましょうか、じゃあ。マックイーンが結構人気だったんで、マックイーン行きましょう。私はね、多数決で多い方を選んでいく、そういうタイプの人間でございます。大多数人間でございますので、大多数に流されていきましょうか。どこやったっけ？あ、マックイーン選んでた。マック、やばいやばい。無意識でマックイーンを選ぶというわけわからんテクニックを使ってしまいましたが、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。テケテテリリリリーテン。いや、いいね。みんなコメントありがとうね。待って待って待って。今すげえパニックやった。ゆっくりやった。OK、これね、一回ボム消してフィバってからですね、ここです。いつも言ってるけど、この右下、ここを狙いましょう。マックイーンはここを狙うことによって本領を発揮します。車やのに、ゴールを一直線に目指さずに、脇に逸れる。そういうスタイルが、この子は一番ね、消してくれる。私はそう信じています。これめっちゃ消した。26! これ相当消しておりますよ。さあ、これはリロちゃんいっぱい消して、これフィーバーね。OK。フィーバー入って、これね、積むれるか、ちょっと技れるから、右下をしっかりと狙って、ポンポンポン。OK。ポンポコリンからの、ほい。ああ、これはボム作りたかったけど、ボム作れなかった。さあ、ボムがあんまりないか、ボムがあんまりないか。あ、これは、でも、使っていけるね。OK、大丈夫。さあ、右下を消していく。このスタイルです、やっぱり私はね。ポンしてからの、よいしょ。ほい、ほい、ほい、ほい。これ、マックイン溜まる。マックイン溜まるんで消していって。よし、いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？これいつもね、カメラに近づきすぎてるから、それを私、いつも注意しようと思ってるんですけど、夢中になって、今またカメラに近づきすぎてました。申し訳ない。こんなぐらいでいきましょう。このぐらいでいきましょう。さ、飛んで消して、リロちゃんを消して、ほいほい。これ止まるね。頭まった。よし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 、オッケー。さあ、右下を消していく。これ完璧、これ完璧。この角度ね。今の角度狙うん、実はね、あんまり出ない時があったん。よし。よし、オッケー。もうほんとギリです。超絶ギリ。これはね、あんまり良くないそう。あ、まあまあ、まあまあよかった。全然良くないとか言っときながらすげえ良かったので、マックイーンに謝っておきましょう。OK。タイムボムを消して、で、この右下をしっかりと狙う。お、これはさすがに右下すぎたってやつか。今のさすがに右下すぎたか。これね、速攻でフィーバー入って、OK。完璧な流れ。さあ、ここを消していく。あ、いいね、これに。これはかなり良かったんではなかろう。おお、これもう止まったの。すごいね。そう、12個やったっけ。マックイーン必要積み数12個なんで、めちゃめちゃいいですよ。あ、待て待て。これがそう、リロちゃんを消したかった。リロちゃんを消して、よいしょ、よいしょ。これ、フィバリタイ、フィバリタイ、OK、フィバって、上のでっかいマックイーンは必殺技で消せるような感じにしておきたい。消せるね。ナイス。えよ。で、トンして、これは、これで溜まるね。これで溜まって、もう一回使って、いいんじゃないですか。ほんで、ボムは残しといて、もう一個ボムを作っておきたい。OK。作っておいてでトントントンで速フィーバー入って使っていく。ナイス。今の立ち回りが素敵でございました。さあ次行きましょう。ポン、こうでこうでこうで、これたまるね。たまって使っていく。よし、結構いってる。得点見て、得点がやばい気がする。得点がやばいよねこれね。かなり得点高い。700万点アイテム全部使ったら、下手したらもっといってたね。マックイーンの本気です、これが。これがマックイーンの本気ですよ。いや、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。こんなに得点出ると思わんかった。さあ、飲みまーす。なんか少なくなってジュルジュルいっていますね。うまい。ベーコン。ベーコンって言われて、やっぱ小学校の時はベーコンっていうあだ名やってんけど、その時から。まあ、ベーコン言うやつはいたよね。お、ハッピーバカさん、すごい名前やな。こんばんは、ありがとうございます。お気に入りのツムはね、奈良ちゃんと、まあ、野獣も入ってるかな。あとは何やったっけ、あと、あれ、アラジン。そう、アラジンも得点出るから、アラジンも好きかな。今結構得点めっちゃ良かったね。あ、なんでベイ君ですかって、名字にね、あれが入ってんすよ。
米が。だいぶ絞られるな。だいぶ絞られるけど。さあ、こんばんは。ありがとうございます。おー、みんな挨拶してくれてありがとうね。いいよい、ベーコン醸造、気になるつもりでやって、好きです。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。さあ、何使っていきましょうか。ちょっと一回飲み物タイム入ります。ああ、うまい。非常にうまい。あ、スヌ出してかな。スヌ出してきまーす。さっきまで昇進やったんですけどもね、ちょっと元気が出てきました、スヌもね。よかったよかった。今来ました。今見ました。嘘、ほんまや。アッポンタンっていう名前は絶対忘れへんぞ、俺。お、シンデレラ人気があるか、今は。ヤングオイスターは今一匹か。そう、サオリさんはね、サオリさんって言っていい中でもないんすけども。さて、どれが今回は人気でしょうか。高得点はね、僕結局この、何やったっけ、900万点はアラジンで出したから、やっぱ点取るときってあっちの方がいいのかな。その、ね、高得点のツムを作るっていうやつか、もしくはもうみんなが言ってる、あれですよね、マレフィセント系ですよね。マレフィセント、かマレフィセントドラゴン、この子たちはね、僕全然得点取れないんですけど、まあアラジェンとかはね、やりやすくておすすめやと思いますよ。見て、今207人おる。200人突破やって、すげえ嬉しいねんけど。生放送初めてです、ありがとうございます。イエイ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 。よく野菜ジュース持ちましたね。結構飲んだよね。でもまだちょっとだけある。さあ、でも何使う。やったーって言ってくれてる。ありがとう、ありがとう。いやー、嬉しいね。つむつむまだコンプしてない。イベントつむが2、3匹まだ取れてないんですよね。よし。アラジンなんか需要あるから、俺もアラジンちょっと使いたくなってきたから、アラジン行きます。アラジンフルアイテムでじゃあ行こっか。900万はね、本当にでも、これが5になればいいので、ここでね、スキルチケットちょっと使おうかとかも思ってるぐらいなんですけども、まあ、全アイテム、これはいらんか。この辺で行きましょうか。よし、じゃあスコア狙っていくぜ。じゃあかなり集中していきましょう。さあ、最初ね、出だしで萎えるから、出だしでしっかりといっぱい、あー、萎えるやつやこれ。これ相当萎えるやつやけども、私は心を、おってよしよし、使っていく。で、これね、結構アラジンも残しといた方がいいから、本当に考えながら。で、アラジンの強いところね、一瞬で消えるところですね。あんだけロングチェーンしたのに一瞬で消えるっていうところがめちゃくちゃ強いよね。そこがね、おすすめポイント。一回どっか消してから、コンボをね、切れにくくしてからこういう風に消すと、コンボが持続するというお話でございます。これはもう仕方がないから、こうポン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 消して、よし、アラジンがかなり多いぞ。アラジンかなり多いから、右から攻めてって、あー、待った、今のはひどいけども、まあまあ取り返していきましょう。そこで落ち込んでる場合ではない。私はせっかくの、ね、機会を与えてもらったんだから、しっかりと結果を残していこうと、動力をします。危ない。ほい、ポンポン。フィーバー入って、これたまにね、余って使っていく。いいよ。流れはいいよ。しっかりと落ち着いていきましょう。しっかりと落ち着いて焦らずに、ロングチェーン狙うときは焦ったか。ロングチェーン狙っておくと焦ってはいけない。あ、また頭が下がってきてる。頭下がってきてるから、よくないよ。これフィーバー入って、よし、オッケー、いいぞ。こんなもん。で、シューンって、あ、これかなり良かったんじゃない？これかなり良かったんじゃないでしょうか。はい、さあ次はこうして、トントン。たまれ、たまって使って、ちょっと焦ってしまったか。もうちょっと待てばよかったかな。よいしょ、これはもう仕方ない。こうやって、ほい。うん、これは、もうこれたまれね。これたまるから、ちょっと、まずいか。ちょっと展開が今まずいか。落ち着いて、OK。落ち着いていきましょう。もう一回ぐらい使えるね。もう一回ぐらい使えるから、これはフィバってから行きたいね。フィバってから使っていきましょう。もう一回このフィーバーの間に、アラジンを使っていきましょう。するとかなりいいんだが、どうか、アラジン止まらない。アラジン全然ダメか。あ、でも800万点はいったか。800万点いったなら、まあ、よしかな。ね。どうでしょうか。
800万点いったから、まあ本当にね900万点はめちゃめちゃ調子良かったんで、うん、これなら皆さんも認めてくれるんではないでしょうか。お、一応今週のハイスコアを取りましたとさ、 OK というわけで、頑張ってみましたが、皆さんいかがやったでしょうか。ちょっとこれアイテム、加えておきましょう。お、めっちゃ人増えてきた。びっくりするね。どうしたんどうしたん。つむつむやっぱあれやな、人気ありますね。ありがとうございます、本当に。シンデレラスキル3でも900万円か。マジで。すごいな。実はあんまりディズニー知らない。まあ、俺もそこまで知ってるわけでもないからね。ただ、王様の剣とか出てきてくれたら嬉しいよね。王様の剣のマーリン。そう。王様の剣にもね、マーリンっていうキャラクターいてね。まあ、マーリンといえば、あの、魔法使いで有名な、キャラクターなんですけど、昔からいる、昔からいるか伝説でいるね、マーリンっていうのがいるんですけどもね、まあ、その王様の剣、あれもおすすめでございます。アーサー王伝説です。さあ、何行きましょうか。ジュース何本ですか。結構ずっと飲んでるけどね、まだあんねん、これ。最初から飲んでるやつ。なくなりました。完食でございます。完食じゃないな、完飲って言ったねんかな。野菜&果物 100%。美味しかったです。というわけで、お茶もちゃんと用意してるんで、お茶飲んできます。お、こんばんは。ありがとうございます。英語で書いてるね。さあ、何行こうかな。終わった。何が終わったんや何終わったんや。さあ、何行こうかな。マレフィセントドラゴンが今2人見えましたね。マレフィセントドラゴンが2人いました。お、YouTuber の中で一番ベイ君が好きだわ。そういうことどんどん言っていきましょう。そういうことどんどん言っていきましょう。何時までやってる？ね、一応10時過ぎぐらいまでやってるので、もうそろそろでも終わりが、見えてきたという感じでしょうか。あ、ハート。おかめハートいただきておきましょうか。スキルチケットが22個になった。あ、プレミアムチケットも2枚もらったんや。これはありがたいね。おかめハートいただいておきます。おかめハートいただいて、さあ、何しようかな？あ、ガチャ引いたやつで行く。あー、いい企画かもしれん。チケットあるもんね。あ、最後にガチャ。それもありやな。それもありやな。新ツムモーグリいいね。新ツムモーグリ来たらめちゃくちゃ嬉しいよ、俺。よし、じゃあ、マレフィセントドラゴン多分3人目ぐらい来たかな？ 3、4人来てくれてるんで、マレフィセントドラゴン行きましょうか。よろしくお願いします。必要スムース21ね。よし。じゃあ、これは絶対必須やから、これ使っていきますね。行きましょう。この子も、かなり集中して、いかんといけないので、頑張ります。頭、この辺ね。よーし、まず、バズ・ライトイヤー消して、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ、マレフィセントドラゴン。そう、僕ね、マレフィセントね、あっちの映画見たんですよ。何やったっけ？アンジーか。アンジーが出てる方を見て、あれもちゃんとドラゴンになってたのに、それすらも忘れてました。マレフィセントってドラゴンになるんや。はっはーみたいなこと言ってたけど。あれ俺見たからね。上、マロンダメなんか。マジかマジか。ちょっと待って、集中力。今かなりあれが乱れてしまった。心が乱れてしまったんだが、これはこうして、これもう一回消したい。オッケー、大丈夫。やばい、パニック。パニックでーす。非常にパニックを迎えたが、なんとか耐えた。はい、マレフィセントドラゴン。見ていくよ。これ真ん中らへん。これね、そうやね。こいつを消してくるのがいいんじゃないかと思ってる。えい、これね。よいしょよいしょよいしょ。よくないか？今のどう？今のどう？こうして、で、このキャンセルして、オメリセントラゴン、いいよ。まだ溜まらんよね。マレフィセントラゴン相当いるから、真ん中のバズ消していきましょう。真ん中のバズ消してって、こうかね。バズ消していく。いいね。今のは結構消すだぞ。あ、待って、それはまずい。それはまずいよ。なんか全然消せなかった。で、バズ消して、これまだ止まらね、これ消して、真ん中のドナルド消していきましょう。真ん中のドナルド消して、はい、これ消して、これ消して、いいね、いいね、今の結構消したよ。頑張ったんで、お腹どうか、ほい、ポン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 、ソフトフィーバー、これ止まらね、真ん中のバズライトイヤー消していきます。真ん中のバズライトイヤー消して、ジーニー消して、よいしょして、あ、これかなり良かった。今のかなり良かったよ。時間的にもう一回フィーバー入れるはずなんで、もう一回フィーバー、入れなかったー。結構いい。結構いいやんね、これ。どう？はじめまして、ありがとうございます。篠原さん、こんばんは、ありがとうございます。あ、あんまりや。マジか。
悔しい。普通に悔しいわ。難しいね。でもマレフィセントドラゴンはやはり難しい。長岩さんかな、こんばんは、ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。今ね、いろんなツム使って遊んでるんで、よかったら使ってほしいツムがあればコメントで書いてくれると、そのツムを使うかもしれません。いやー嬉しいわ。めっちゃ応援してくれてるやん。しかもね、コメントありがたい。本当にありがとう、みんな。お、課金ね、僕してないんすよ。これね、本当最初つむつむはね、動画にする予定なくてやってたんですけども、その時から普通にやってて、で、その流れで動画にしたから、結構ね、入りとして、動画の入りとしてはかなりね、やりやすく、無課金でね、やることで私は成功しておりますね。252! すげえ、どうしたん、怖っ。250人が今、同時接続してるってこと、この私に対して。すげえな。ちょっと、帰らんといて、帰らんといて、みんな。チャンネル登録しような、みんな。あと、ツイッターもやってるんで、ツイッターでね、あれです。何だっけ。生放送のね、告知とかもしてるんで、ぜひね、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。概要欄のとこにリンク貼ってるんで、よろしくお願いします。さあ、宣伝しといてから、あ、最近つもつもハマってる、ナイス。ラッドウィンプス。ラッドウィンプス大好きやで、俺。あれ、有心論めちゃめちゃ聞いたもん、俺。250人言うたら減ったわ。230人になっちゃった。まあそんなこと気にせず行きましょう。4桁喋ってるけども。ラッドウィンプスね、一時期めちゃめちゃ俺ハマりましたよ。めっちゃ聞いてたもん。コイン稼ぎ、何しようかな。お、今回初見です。ありがとうございます。いいね。さあ、何行こうかな、じゃあ。あ、じゃあ、そう。ガチャ回して、使うか。ガチャ回して使おうか。いやでも最後にガチャっていうのもありやけど、まあ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 、そんなことも言ってずに、ガチャ一回引きます。確率アップじゃないけども、ガチャ引いて、そのつむ、使っていくやついきます。いや、なかなか大盤振る舞いですけども。まあ、楽しんでいきましょうか。よろしくお願いいたします。ドン!あ、スヌに引かそうか、じゃあ。ここスヌに引かします。イェーイ!よかったよかった。スヌ大活躍してくれます。大変喜んでおります。さあ、この子がね、なんと、皆さん、ガチャを引くので、驚くことなかれ。こうですね。スヌがガチャを引きます。よろしくお願いいたします。ポン!さあ、行こうか。さあ、コメントを見てからの、あ、スヌ出てきてる。ナイス。よかったよかった。スヌ使ってます。あ、レンズさん、こんばんは。ありがとうございます。3月ウサギにハマってる。なかなかマニアックな、マニアックなツムをお好きで、ナイスでございます。そういうプレイも私、大好きですよ。お、スヌの顔文字、頑張れ、かわいいね、素晴らしい。では、行きましょう。せーの、いけ使ったわ。使ったわ、もう。そのパターンあんの忘れとった、俺。マジか。絶不調。ね、この獣、絶不調です、今日。もうこの昇進具合。去ってった、去ってった。逃げるように去っていました。どうするみんな、これ。どうすんの、これ。今日のスヌ、ダメダメ。いや、ほんまやで。もう一回や。そうやな。もう一回行くか。いやいやいや、行きましょうか。スヌに引いてもらいましょう。もう一回もうちょっと、スヌ攻めるタイプで行こう。もう嫌がってる、嫌がってる。嫌がってるけど、無理やりスヌに引かしていきましょう。よろしくお願いします。さあ、行くぞ、みんな。もう一回コールがあるんで。頼むぞ、スヌ。せーの、ドン。よしよしよし。もうこの際何でもいい。大喜び。同じ、なんていうか、こう、おもちゃ仲間と言ったらいいでしょうか。もう大喜び。跳ね取ります。去っていきました。ウッディゲットでございます。というわけで、ウッディ使っていきましょうか。最初らへんかな、ウッディさんはね。オッケー、ウッディいた。いやー、まさかやったな。あ、ニャンパスさん、こんばんは。ありがとうございます。センリさんもこんばんは。ありがとうございます。ちょっとね、なかなか皆さんのね、挨拶にお答えできてないかもしれないんですけども、コメントめちゃめちゃ嬉しいです。今回は企画倒れ連発。ほんまっすよ。獣言うな。スヌもね、でも立派な獣なんでね。
犬とか言ってその可愛らしいとか言ってあげてはダメです。いやそんなことないか、住んでは可愛いんですけども。というわけでウッディ行きましょう。このウッディもね、言うてもうちのウッディレベルスキルレベル5なんで、めちゃめちゃヨウソロはナイス。俺ヨウちゃんめっちゃ好きやね今。ヨウちゃん今相当好きでね、最初ねリコちゃんで行こうと思ってたんだけども、リコちゃんをちょっとねやめて、あでですねズラマルかヨウちゃんっていう、そういう今流れにしておりますよ。皆さんの推しメンは何でしょうか。ちなみにこの会話がねわからない方はいるかな、やっぱりわからない方いるかもしれないんですけども、まあまあその辺は置いておきましょう。でこうしてポンして、ほいほい、これ OK、 たまるね、たまるから使っていきましょう。でボーン、これね、しかもねこのスキル時間が短いのがまたこの子は素敵なところなんですよね。よし、こだわるね、こたまるんで連発していく。ポーン入れてからの、はいポーンで、ポーンしか入れてないね、ポーン実況。ちょ待て待て、なんとかボム使ってこうして、焦るよね、あの繋がってない時めっちゃ焦るよね。あれどうして繋がらないっていう、そういう時ありませんかね、つむつむやってる時は。はい、こうしてポン消して、まだあかんね、まだあかんね。これでたまる、オッケー。たまって使っていきましょう。はい、オッケー。で、ポンしてから、またポンしてから言ってる。ポンしてからってよくわかんない。わけわかんない言葉やと思うんだけど、それで伝わってたら皆さん幸いでございます。さあ、あ、待て。こうして、これまだいける、まだいける。無口、無口。ポン実況から今度は無口実況へと切り替えていくスタイル、さ、消していきましょう。オッケー。んで、よいしょ。これはね、マレフィンと消して、こうして、お、いいね。で、これ溜まってね、溜まって使っていく。やっぱでも、コインの稼ぎ用は、すごいね、やっぱこの子も。この子もね、コイン稼ぎすげえ向いてる。あー、もったいね、今の。今のは良くないプレイングでした。皆さん、真似はしないようにしてください。これはね、絶対、フィーバーいける。オッケー、フィーバー行って使う。もう一回使いましょう。あ、わざね。もう一回わざ使いたいから、これ使うね。よし、オッケー。大丈夫。使って、トーン。よし。やっぱウッディはコインがめちゃめちゃ稼げる。私はそう思う次第でございます。そう、ウッディね、結構強いんですよ。あ、ニャンパスさん、ごめんなさい、行きます。お疲れ様です。ありがとうございました。さあ、行きましょうか。いやー、コメント嬉しいね。結構書いてくれてるね。お、マサさん、こんばんは。ありがとうございます。ジャスミンやって、おほほほほ。ウッディやよ。ウッディは強い。ウッディは相当強いよ。あ、黒沢姉妹好きがいたね。黒沢姉妹好きもいましたね。素晴らしいね。ベイ君の声好き。ありがとうございます。嬉しいね。さあ、何を使っていきましょうか、今度は。フライドポテトさん、こんばんは。ありがとうございます。おかみさんはね、とりあえず顔出しは今 NG ですね。エルサかマイク使ってください。8分。あ、でも10時過ぎたね。そろそろじゃあ終わりましょうか。じゃあ、最後は恒例のランダム使いでいきましょうか。高奥さん、初見さん、ありがとうございます。今ね、いろんな粒使って遊んでるんですけども、次で、ラストにしようと思います。マルチさん、こんばんは。ありがとうございます。さて、何行こうか。でもまあ、でもランダムがいいかな、最後は。うん。ココさんのその顔文字いいよね。こんなやつ。その顔文字気に入っております。恒例です。ランダム粒は恒例なんで、行きましょうか。レイ君お休み、ありがとう。というわけで、ラスト、明日見ます。おやすみなさい。ありがとうございます。せやね、もうこんな時間やから、終わりましょうか。というわけで、ラスト、ランダムでいきます。いくよ。ファッ。そして、あ、選んでない。選んでない。選んでない。あれ？この辺じゃん。あれ？来た来た来た。今2回押してしまったけど、それできます。せーの。お！カイロレン！意外なところ来ましたよ。意外なところカイロレンが来て、私は非常にびっくりしました。さあ、このキャラクターは非常にね、中二病として有名なキャラクターでございますので、しっかり使っていきましょうか。下、下に言ってる。俺完全に上を選ぶもんやと思ってた。終わらないで、言ってる。ありがとう。
飲み物はね、白のひとときと、あとデカフってやつですね。ボスのペットボトルのブラックコーヒー、大変おすすめでございます。というわけで、オカメハートを確実にゲットしてからの、では、ラストプレイいきます。よろしくお願いします。プレイドン！さあ行くぞー。カイロレーン行きましょうか。よろしくお願いします。集中していくよ。ここは集中していきますよ。トゥルトゥトゥトゥさあ、カイロレーン消していく。んで、オッケー。待て待て待て。あんまないよ。カイロレーン。カイロレーンってでも目立つよね。カイロレンのね、この目立ち具合非常に好きです。ドハーン言うて、この武器何やったっけ？スターセイバーって言って違うって前言われてんけど、結局この武器の名前なんか忘れてしまいましたので、また教えてください。なんとかセイバーやねんな。ミラクルセイバーでもないし、ウルトラセイバーでもないし、じゃあ何セイバーやねんっていう話になってくると思うので、それ教えてください。しかもね、なんか、このセイバーだけの特別な名前みたいなのあったよね。あ、しまった。もうちょっとだけ待てばよかったか。じゃあね、ちょっと時間がもったいない感じの、使い方してしまいましたが、まあよしでしょう。で、カイロレンこれで多分溜まるから使っていく。で、ドンガラガッシャン入れてからの OK。レディーちゃん M を消してよいしょ。OK よ。で、これはね、待った方がいいな。で、待って使っていく。ライトセーバー見えた今コメントが見えたぞ。ライトセーバーや先生。ライトセーバーってマジ何で出てこないのか謎やねんけども使っていきましょうか。ゴーンってこれね、つかの部分。あのね、使う部分で攻撃された相手は、正直溜まったもんじゃないよね。だって、つばぜり合いなんかさせてくれへんやん、これ要するに。最強の武器。ね。なぜそうした昔の人はここに武器を今まで仕込んでこなかったんやろって言ったら、自分が力負けしたらやられるからか。そっか。力負け、じゃあ力が強いもんが勝ちみたいな、そういう世界になってしまうから、それは良くないから、つかで攻撃は禁止か、されてたんでしょうか。ほい、どんなしてからね、ほい、これは。待て、レディちゃん消してから。レディちゃん消してからの、レンちゃんも消していく。レンちゃんって言ったらめっちゃ可愛い子みたいなんだけど。ほーい、ほーい、しようよ。これね、ボムキャンして、たまたまる。オッケー。場を整えてから、しまった。また、まだ前かがみになってしまったんで、これをこうして、よいしょ。オッケー。あ、これはね、ちょっと時間もったいないけど、これ使ってみましょう。踏んでね、青いドリー様が、とか、これね、こうして、こうして、頼む、頼む、お願い！オッケー、ナイス！いいね。頑張ったよ。ほんで、こうして、タイム、タイムして、レディーちゃん、ドン、ドン、オッケー！かなり頑張った。呼んだって言ってる。あれ、お前、レンちゃんいた、レンちゃん言ってる。呼んだっていうのにすげえ俺びっくりしてんけども、なんとか、500万点。突破ということでございます。僕全然剣道部じゃないです。僕めっちゃテニス部、軟式テニス部でした、中学は。あーよ、頑張った頑張った。セーバーだよ、言ってくれてありがとう。ビームサーベルか。こんばんは、パペットマネさん、ありがとうございます。そしてね、今のプレイで今日は終了と相なりました。皆さん本当にありがとう。いや、250人なんか知らんけど、いんねんけど。驚きやね。なんで？びっくりすんねんけど。同時接続数250。このアイコン手書きです。あ、そうなんや、そのキャラクター。そのキャラクターなんなんやろなってずっと思ってんけど。いつ見てもイケメンですね。ナイスコメント。素晴らしいよ。いいコメント来たよ。少ししか見れなかった。まあ一応ね、また動画としては残すので、よかったら、見てください。ちょっとね、生放送の雰囲気は出ないかもしれないんですけども、よかったら見てはいかがでしょうか。というわけでね、最後の挨拶しましょうか。皆さん、最後までご視聴本当にありがとうございました。こっち戻りましょうか。これ戻って、ロマンサリル、これ行きましょう。最後までご視聴本当にありがとうございました。チャンネル登録やコメント、そしてツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いいたします。そしてね、ツイッターでね、生放送の告知とかもするんで、よかったらね、ツイッターぜひフォローよろしくお願いいたします。で、あと、なんか挨拶ありましたっけ？そしてね、今回大活躍やったね、スヌもね、また動画で見れるようにしておきますので、スヌの大活躍シーンもね、見返してみてはいかがでしょうか。では、ご視聴ありがとうございました。ココロリンクゲームズのベイ君でした。そして、スヌでございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。